井戸口英二でございます私は以前、森友学園の質疑の時に、憲法89条、私学女性のあり方というところ、引いてお話をさせていただきました、まあ、私学行政の根本、私学の教育の自由、私学行政の公平性、私学教育の公共性、これが私学女性、私学支援、私学行政の大前提だと思っております。 まあここが先人たちが苦労して築いてきたものそれが今大きく崩されようとしているのではないかということそのことを文部科学省として重大に捉えるべきだということを申し上げたところでございますえ今日の前川前事務次官の報道まあこの見出し行政歪められた踏むべきステップを踏めず筋を通せなかった こんなことを認められないと私はが内閣府に対して強く主張して筋を通すべきだった反省しているという文言がありますまあ前川前事務次官のこの発言についてお聞きしてもえ答える立場にないということで返されるところでしょう私もこの行政が読められたとまあこのことを非常に大きく懸念をしているところであります私がこう思うことに対して 大臣いかがでしょうか、所管をお伺い,いたします松野文部科学大臣あの前川前次官の発言に関しましては、まあ、先ほども答弁させていただきましたけれども、すでに辞職をされた方でございますので、まあ、私からコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、あの先生の方からのです、ね、行政が歪められたのではないかということに関しては、あの文,部大臣文部科学大臣として、文部科学省としてですね、 今回の国家戦略特区に関する経過の中においては一貫して文部科学省としてこれはもう国家戦略特区の新たな獣医師に関するこれは需要ニーズに関しては内閣府において取りまとめられるものでありそれを受けてですね農水省が全体としての需給に関して判断をしそれが 適正あの農水省の受給判断の中において今まで文科省が獣医学部を抑制をしてきた内容からです、ね、内閣府が提示をしているものであれば影響がないという判断であればこれは設置認可に関して受け付ける,受け付けることは同意をするとそれを受けてその内容に関してはです、ね、専門家の協議による大学設置審議会において 公正中立に進めていくということは、これも一貫をして、私も指示を出しておりますし、そのように進められてきたものでありますから、行政がいがめられたということはないと考えております、はい、木戸口英二君ん。まあ特区については内閣府、そして受給については農水省ということ、そして設置については責任を持って文科省でということであります。 まあ、この間もの前回の質疑でも申し上げましたが、いずれ大学が、学部が新設されれば、えー、そこで学ぶ学生、そして学生の将来、これを保障していく、そのことの責任は文科省にあるということ、えー、そのことを踏まえて、この特区での新学部設置ということ、やはりしっかりと検証すること。 私は大事であると、そのように思っております。まあ、そこでちょっと質問、通告の順番を少し変えて、一番最後に通告してた質問から入らせていただきます、えー。加計学園による獣医学部の新設は、先ほど来お話しありましたとおり、えー、国家戦略特別区域諮問会議で示された創薬プロセスにおける多様な実験動物を用いた、 先端ライフサイエンス研究の推進や、地域での感染症にかかる水際対策などへの対応が目的とされております。したがって、仮に大学設置学校法人市議会による審査等を通過し、来年4月、あるいはそれ以降に獣医学部が新設されたとしても、その後も新設された獣医学部において、こうした具体的な需要に対応する研究および人材育成が行われているか、不断に検証していく必要があると考えます。 最後にあのこの点に関して2点ほど質問をさせていただきます。えー、そもそもの前提として来年4月の開設が認められないことも考えられます。これはありえることです。えーまあ、国家戦略特区としてしかもこうしてスピード感を持ってということが言われてきたところであります。今回、開設が仮に認められなかった場合に文部科学行政または農林水産行政上 何かか不都合は起きるんでしょうかこの点をまず伺いますますた、大学設置学校法人審議会は、加計学園による獣医学部新設に関して、教員組織やコーチ等について、大学設置基準等に適合しているか審査するものであり、国家戦略特別区域諮問会議で示された目的に合致した教育研究活動を行っているかどうかを判断する機関ではないということでよいか確認をさせていただきます。 松野文部科学大臣、えー、獣医学部の設置認可手続きにつきましては、大学設置学校法人審議会において、教育課程や教員組織、施設設備、財務状況などが学校教育法および大学設置基準等の法令に適合しているかについて、学問的、専門的な審査が行われることとなります。あのまあ、家庭のの話ととははえその設置認可不認可可不を前提に議論することは 公正性が求められる審査の過程に影響を与える恐れがあるためこの場では差し,差し控えさせていただきたいと思いますで、合わせて大学設置学校法人審議会は設置認可申請された計画が国家戦略特区構想に合致しているかどうかについて審査をする役割は有しておりませんが申請された設置計画を実現するために 必要な体系的な教育課程が編成されているかをはじめ、教育課程、教員組織、施設設備、財務状況などが学校教育法および大学設置基準,法基準等の法令に適合しているかについて、学問的、専門的な観点から審査を行っています。また設置認可にあたっては、国家戦略特区構想に沿ったものであるかについては、 内閣府及び農林水産省とも連携して適切に確認をしてまいります小川参事官答え申し上げます、えー、私どもは今回の獣医学部の設置は 昨年11月9日の国家戦略特区諮問会議の取りまとめ文書にございますとおり、新薬の開発など、先端ライフサイエンス研究の推進など、獣医師が新たに取り組むべき分野における具体的需要に対応するためのものと認識しております。その意味ではは農林水産行政上直ちに不都合が生じるとは認識してございません 他方農林水産省といたしましては、獣医学部の新設にかかわらず、引き続き牛豚等産業動物を診療する獣医の確保に努めてまいりたいと思っております木戸口英二君。えー、それでは、その新設される獣医学部の研究、教育,か教育活動が、 創薬プロセスにおける多様な動物実験動物を用いた先端ライフサイエンス研究の推進や地域での感染症にかかる水際対策などに対応する研究および人材育成が行われていることを誰がどのように検証していくのか具体的にお伺いしたいと思いますまた仮にこれらに対応する研究および人材育成が十分な水準で行われていなかった場合には目的が達成されないこととなるが その場合の責任のあり方について、見解を示されたいと、えー、これはまあ文科省というか、まあ、文科省でなければ内閣府、両方にお聞きしたいと思います。松野文部科学大臣。文部科学省は、大学設置認可の観点から、大学設置学校法人審議会における学問的・専門的な審査に関わる事務を担うとともに、 設置認認可後ににおおいてては認証評価によるる質の担保を図ることとしております一方、ご指摘の国家戦略特区制度に関しては、国家戦略特別区域会議における評価や、国家戦略特区諮問会議での調査審議のプロセスの中で、内閣府が検証を行うものと理解をしております川上次長。お答え申し上げます。 今の文科大臣の方からもお話、出たとおりでございますけれども、私ども内閣府の役割といたしましては、この獣医学部が新設された場合には、毎年度の特区の評価の制度というのがございます、この特区の評価を通じまして、獣医学部がこの新たなニーズ、初期の目的を果たしているかを点検いたしまして、適切に大学が運営されているかを確認してまいりたいと考えているところでございます木戸口英二会、はい。じゃあ、内閣府、それはあの公表されるんでしょうか。 川上次長あのこれはの評価の制度といたしまして、毎,毎年評価の結果、公表してございます木戸口英二君、はい、やはりこういうことがですねあのしっかり見えてこないと、えー、これだけ鳴り物入りで、ですね、えー、国家戦略特区という形で、新しい大学をつくるということ、えー、やはり学生にとって、また研究者にとって、ですねやはり。 このことが実は重要であって、えー、その過程が実はそこを見えていないというところが、えー、このそもそも特区で大学をつくることがふさわしいのかということ、えー、このことをやはり検証していかなければいけないんだと思います。えー、そこでちょっと通告、一つ戻っての質問になりますが、まあ、政府の説明では、先に述べた具体的需要に対応するため、えー、先ほど から需要のの話ありますすこの点本当に不明なんです獣医学部を新設するということでありますけれども、まあ、現在全国にある獣医学部の1学年の定員が930名であるのに、新設予定の獣医学部、定員160名、先ほどありました、最大の定員となります。ここのの定員160名はこの 注意指数の増加ということになるわけでありますけれども、需、まあ、給のバランスということ、えー、これ、本当に崩すことがないのかということ、明確な説明がなされていないと思います。160名とした根拠をもう一度確認をさせていただきたい。このうち何名程度が、創薬プロセスにおける多様な実験動物を用いた先端ライフサイエンス研究の推進や、 地域での感染症にかかる水際対策などの具体的需要に対応する獣医師となることを想定しているのかまたそういう社会的ニーズをどのように把握しているのかまずは具体的にお伺いをしたいと思います川上次長お答え申し上げますこの160人という入学定員でございますけれどもこれはの 本年1月の公募手続きにおいて事業者から提出された提案書によるものでございますでこの160につきまして内閣府としては特区の特例を適用する際の直接的なチェック対象ではございませんけれども先ほど第ご質問ございました 獣医師が新たに対応すべき分野を担う獣医師すなわち、ライフサイエンス系専門獣医師あるいは国際対応、危機管理対応可能な専門獣医師を育成するための入学定員であるという旨の記載がございまして、それを踏まえ、昨年11月高日の,の諮問会議を取りまとめに適用するものと私ども判断しているところでございます。なお具体的な入学定については、今後、精査されているものと承知してございます小川参事官。 答え申し上げます。 えただいま新たな分野として挙げられております、創薬など先端ライフサイエンス研究の推進の分野における需要でございますが、これはあの主にえー新薬の開発など、人の医療関係の分野でございまして、今後、どの程度需要があるかということを農林水産省として把握することは難しい面がございますことにつきまして、ご理解いただきたいと思います。またあの地域での感染症にかかる水際対策 でございますけれども学術支援拠点といった獣医師がこれまた新たに取り組む分野とされているところでございます感染症に係かかる地域での水際対策現に産業動物獣医師も担っている分野でもございますが今後どの程度需要があるかということにつきましては農林水産省としては把握が難しいということでご理解をいただきたいと思います木戸口英二君全くご理解できません やっぱりその需要というのは、その作文ではなくて、実質社会にどういう要請があるかということを科学的根拠を示してこそじゃないでしょうか、それを文科省は求めてたんではないですか、そのことは強く指摘をさせていただきますま、何回聞いても、もう作文の話しか出てこないんでしょうから、ここが大きな、新しい大学を作る責任というのがですねどこにあるのかということを、私は本当にそう言いたいんです。 そこで、えー、もう時間になりますので、えー、私、4月11日の党委員会で、国家戦略特区による国際医療福祉大学、えー、今年開学になっておりますけれども、新設にかかる質疑を行いました。その際、医師養成の本質的な課題は、医師の地域偏在と診療科偏在であり、国家戦略特区での医学部新設の目的が、世界最高水準の国際医療拠点を作り、 国際的な医療人材の育成とされたことに地域ニーズとの矛盾が生じていることを指摘いたしました獣医師需要政策上の課題も農林水産省による獣医師需給に関する検討会報告書において産業動物診療獣医師や公務員獣医師の地域偏在職域偏在であるとされており今回の獣医学部新設で 設置で示された新たな需要についても、本来の地域ニーズと大きく矛盾が生じているんではないでしょうか、国家戦略特区による大学設置に、まずは無理があると、矛盾をはらむ要素がそもそもあるということ、このことを指摘させていただきますが、ここは文科大臣にその所見をお伺いしたいと思います。 申し合わせの時間が過ぎておりますので、簡潔にお答えをお願いいたします。松野文部科学大臣国家戦略特区と地域ニーズの関係全般につきましては、内閣府のご担当されることと思いますが、医学部、獣医学部の新設について申し上げますと、これらはいずれも内閣府を中心に、受給を所管する省庁と連携し、諮問会議等において議論が進められ、その結果として制度改正に至ったものであります。 これを受けて、現在、大学行政を所管する文部科学省において、大学設置に関する基準等に基づき、学部の設置認可手続きを行ってきているところでございま最後ひどこ東口大二君、えまあ、やっぱり文科大臣から、国家戦略特区で大学するのもやめましょうと、もうそういうべきではないでしょうか。大学設置は様々なニーズの中で、えー、それぞれぞ自由に そして最後、その設置市の中で公平、公正に決められていくこと、そのことが大事だろうと思っております。そのことは指摘させて終わらせていただきます。以上です。松沢重文君